皆さん、こんにちは。会長だったはずの車のエンジンをかけると、キュルキュルと、4が、故障かと、慌てる人もいるかと思いますが、大抵は、ボンネットを開けて、音が鳴っているのを、確認するだけで、どうにもなりません。そこで今回は、キュルキュル音の原因と、対処法を紹介します。まず、何が鳴っているかを、判別。まず、最初に考えるのは、いつ鳴っているか、です。エンジンがかかっていて、車が停止している状態であれば、タイヤなど、走行中にしか動かない部分は、まず関係ありません。その上で、キュルキュルと、擦れているような音であれば、どこかの、ゴムベルトです。エンジンが、正常に動いているようであれば、キュルキュル音の正体は、ファンベルトかもしれません。ファンベルトとは、エンジンフードを開けた時に、目に見えるところで、高速回転している、ベルトがあります。その中で、エンジンを冷やす、ラジエーターのファンを回すため、エンジンからの力を、伝えるベルトを、ファンベルトと言います。キュルキュルと鳴く、理由としては、主に3つあります。鳴く理由その1、ゴムの劣化。一つは、ゴムの経年劣化です。使い続けたベルトは、フーリーとの摩擦で、摩耗するほか、摩擦熱や、エンジンからの熱を受けて、ゴムが硬化していきます。また、それほど酷使していない、エンジンでも、時間とともに、ゴムが劣化することは、避けられません。新品の時は、十分に弾力性があるので、フーリーとの摩擦も、保たれて滑らないのですが、硬くなれば、摩擦力が低下して、滑りやすくなります。それによって、キュルキュルという、連続した、滑り音が起きるのです。鳴く理由その2、張力の不足。もう一つは、フーリーにかけられた、ベルトが緩み、張力が落ちるので、滑りやすくなっています。その原因としては、ゴムが伸びたり、摩耗したことでの劣化、あるいは、十分に、ベルトの張りを持たせていないかの、どちらかです。前者は、ベルトの寿命が、近くなっているということですが、新品のベルトでも、十分に張りを持たせなければ、滑ります。どちらでも、テンショナーという、張りを調整する装置で、張力を戻せますが、新品ではない場合は、早く交換した方がいいでしょう。鳴く理由その3、機械の不具合や、故障。最後の理由は、ベルトではなく、繋がった補機類の不具合です。フーリーや、テンショナーが錆びてしまうと、それと、接触したベルトとの間で、音が発生します。また、ベルトで駆動されるはずの、ポンプや、コンプレッサーが壊れて、ロックしてしまうと、そこに繋がれたフーリーも、正常に回転できません。そうなると、ベルトとの摩擦が、極端に増えて、場合によっては、悲鳴のような鳴きが、発生します。この状態では、ゴムが焼けるような、匂いがしてくることもあり、故障した補機類はもちろん、そのような、過酷な状態に置かれたベルトも、交換しておいた方が無難です。考えられる、対策。ベルトの状態を、見分けた上で、異常がなく、補機類も、正常に作動しているようであれば、鳴き止め剤を、使ってみましょう。粉末や、シリコングリスなどで、自動車用品店や、自動車関連の、大きなコーナーがある、ホームセンターでも、販売しています。ベルトの硬化や、破損がひどくない状態にも、使用できますが、鳴きが止まると、安心して、放置してしまう、可能性がありますので、応急措置と考えて、できればすぐに、ベルトを交換してください。いかがで
したか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。